皆様こんにちは。和コンプロデュース宮古山木東京和コンの柴田です。堀越です。本日は堀越さんのおすすめの撮影スポットをご紹介してくださるんですよね。はい、はい、そうです。皆様にお伝えしたく実際に行ってまいりました。ぜひご覧ください。旧芝離宮恩賜庭園に来ています。こちらは藤棚、池、橋、松など和庭園らしい風景が広がっています。和装で撮影するには十分な広さで、撮影のバリエーションもたくさんあります。東京に残る江戸初期の大名庭園の一つです。春は桜や藤、夏には花菖蒲や桔梗、秋は紅葉、冬は梅など四季折々の季節の花をお楽しみいただけます。こちらは聖子の包み。聖子の包みは風光明媚な聖子の所定を模した石造りの包みです。園内にはシンボルともいえる大きな池や浮島、砂浜、橋、灯籠などが見られます。緑に囲まれた庭園がこんなに都心にあるんですね。はい、宮古絵巻のサロンからもお車で 2,3 分になります。着物を着ていると移動が楽でそこも魅力ですね。はい、そうなんです。ですので、旧芝離宮恩賜庭園での撮影をご希望のお客様はぜひ東京和光にお問い合わせください。この動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。